なんと、さすがは旅人とパイモン。あの派手な見た目をした兄ちゃんだが、あまりに情熱的で困っていたんだ。普段なら友達になれたかもしれないが、あいにく今日は用事があってな。わざわざこんな変なところに来るなんて、一体どんな用事なんだ？まさか、お前も冒険者になりたいとか？私は法律家だ。たまに遠くへ出張することもある。今回、この双眼巨猿に来たのも、ある遺言のためだ。遺言？ああ、とある古書にあったのを見つけたんだ。昔の貴人が残したものだと思う。それによると、失った法宝を取り戻したいらしい。法律家って、そんな仕事もするのか。大変なんだな。遺言の内容を執行することも、法律家の仕事の一つだ。もちろん、このような依頼は多くない。それに、双眼巨猿も、そう滅多に来られる場所ではない。あら、知っていたのね。おっと、やはりここにいたか。名のある法律家が双眼巨猿にまでやってきて、私の意見を聞く必要なんてないと思うけど。エランがいるところで、私みたいなのが好き勝手できるわけがないだろう。こいつ、一体何者なんだ？彼女はイエラン。リーユへの、一応総務士に勤めているってことでいいのか？とにかく、私の友人だ。ええ、それで構わないわ。この辺りには、たまたま仕事で来ていたの。君たちとは、ちょっとした縁で結ばれたというわけね。君たちは私のことを知らないかもしれないけど、私は旅人とパイモンのことをいろいろと耳にしているわ。私の仕事は双眼巨猿を観察することよ。君たちがここで何かするなら、規則により私も同行させてもらう。ただ今回は他にも仕事があるの。だから残念だけど、最後までは付き合えないかもしれない。くれぐれもトラブルを起こさないよう慎重に行動してちょうだい。これは参ったな。頼みたいことがあったんだが、昔のよしみでこの遺言のために少し時間を割いてくれないだろうか。そのお願いを聞くからには誠意を見せてもらわないとね。ああ、もちろんだとも。ガイドの依頼料はもちろんだが、たまたまピンバー屋からいい茶葉をもらってね。よければお茶をご馳走させてくれ。とりあえず、今回の目的を教えてくれるかしら。おい、おめえら！どうしてイットがここに？くそ！わざと違う方向教えたな、旅人。俺様の味方じゃなかったのかよ。お待ちを。ん？誰だお前。申し訳ないけど、ここ一帯は双眼という名の用地。部外者は立ち入り禁止なの。ふざけんな！警告も策もねえくせに、入るなだと？本当に危険な場所は、注意喚起するような掲示を行わないものよ。ここって、そんな重要な場所だったのか。ああ、ここは気軽に出入りできる場所ではない。だからこそ、二人についてきて欲しくなかったんだ。あれほど断ったというのに、無視されるとは残念だ。リーユエに対して数々の貢献をしてくれた旅人。リーユエの法律家として名高い縁妃。私はこの二人の立場と行動を信頼しているから、ここでの活動を阻止しなかった。でも、君たちの場合。ああ？どういう意味だ？この俺様が、有名じゃないと？それともなんだ？俺様が何か企んでるとでも思ってんのか？君の素性が不明だから行動を制限させてもらうだけよ。それに
エイヒは君の助けを必要としているように見えないけど。はっ、そんなのどうしてわかんだよ。お前はこいつの母ちゃんか。だって一目瞭然じゃないの。君の方こそ稲妻からリーユエに来たからには豪に従ってもらいたいものね。お前、落ち着いてくれ親分。彼女の言い分は正しい。おいおい、喧嘩になりそうだぞ。なんとも面倒な。イエランとは正面からぶつかってはいけないというのに。私たちはこの地の事情を知らなかったんだ。そこまで言うのなら早々に離れよう。ただ本当に危険な場所なら警告文ぐらいは出した方がいいと思うがな。ご意見ありがとう。考えておくわ。もし俺たちがここを離れないと言ったらどうする？親分。あら、そう。じゃあ不愉快なことが起きるかもしれないわね。ああ、俺たち二人相手に勝てると思ってんのか。いい度胸じゃねえか。旅人と縁日の友達とはいえ、私の忠告は聞いた方がいいわよ。へへ、面白え。俺様は人に指図されるのが大嫌いでな。そんなに自信あんならお手並み拝見といこうじゃねえか。待ってくれ親分、ここで争う必要なんかないだろう。いや、こうなりゃ意地でも中に入ってやる。それをこいつに何ができるってんだ。この私がただのジョークを言っているとでも。まずい、本当に喧嘩するつもりだぞ。ちょっと待った、ことの発端は私にも原因がある。ここは私の顔を立てて。まずい、これは。あ、話をそらすな。俺様はうわー。